コンプリート11のアルティメイトにはたくさんの音源が入っているんですが、はい、まあ、それをねカテゴリー別にいろいろ聞いていこうと思います。まず、生ドラム聞いていきましょうか。はい、はい、アビーロードというドラム音源です。こんな感じの音源で、これっていうのは言わずと知れた、まあ、ロンドンにあるアビーロードっていうあのスタジオですね。そこでのサウンドっていうのを忠実に再現したものです。でこれがまあ年代別でいろいろ分かってまして、今聞いたのが50年代の再現したもので、これが60年代のもの。はい、なんか音が違いますよね結構。こっちの方がなんかヴィンテージ感があるというか、全体的にパリッとしてる。そうですね。でまあこうインターフェースもこう変わるんですね、それによって。で次がこれ70年代です、はい、ガラッと変わりましたね。なんかめっちゃファンクネスが感じられるような。なるほど。まあなんかロックでもファンクでも使えそうな感じの音源ですね。これはルームの音も込みで、はい、ルームミックスは今されてる状態ですね。そうですね、このルームミックスも、まあ、ここにつまみがあるので、ここで調節ができます。次が80年代のドラムの音源ですね、はい、再現でしょうか。なんかメタルっぽいですね、音が。なんかまあニューウェーブとかメタルとかそういうイメージですね。あ、これなんかもうもろメタルな音ですね。インターフェースもなんかそれっぽい。そうそうそう、まあハードロックとかメタルとかで使いやすそうな、うん、であとアビーロードのモダンドラマーという、まあ、これだいぶ今っぽくなりましたね。確かに。そうですね、これはまあ幅広くいろんなジャンルに対応できそうですね。ポップスでもロックでも対応できそうな。アビロードのヴィンテージドラマという音源があります。これも聴いてみましょう、まあ、そのままですね、はい、そのままのヴィンテージドラマですね。スタジオドラマというのがあります。なんかスタジオミュージシャン感がすごいですね、はい、なんでまあすごいこれクオリティの高いドラム音源で、音源自体が完成されてるんで、うん、結構個人的にはこれでデモ作るのが一番なんかやりやすかったりします、うん、まあ、音が現代的なので。確かに、はい、他のソフトウェア音源とかとまあ合いやすいですね、すごく、うん、なんでまあこのドラムとかも、まあ、即戦力間違いなしでしょう、うん、ドラムラブっていうものがあります。聞いてみましょう。これはですね、アコースティックなドラムなんですけど、ちょっとこうエレクトーが混じったような、融合してる。まあいろんな音が入ってます。これドライなやつとかもあったり、これエフェクティブなドラムだったり、うん、まあこれもね、すごく使い道がある音源だと思います。いいですね、ドラムラブです。以上ですね、生ドラムのサンプルというのが、はい、であとパーカッション、はい、これキューバっていう音源なんですね。どんな音源かというと、キューバの音です、はい、民族感溢れてる、まあ、アフロですね、はい、さっきのドラム音源とかと重ねて使ったりするとすごいグルーヴ出るんで、すごい使いやすいですよ。キューバに関してはすげえ明るくなりますね、動画入れるとすごく、まあ、こういうのもね別にテクノの中とかでも鳴ってることとか全然あるんで、全然使える音源だと思います。あと次インディア、はい、インディアなんですが、これどんな音源だと思いますか。インドっぽい。そうですね、まあ、そう思いますよね、はい、まあ、まさしくインドっぽい音ですね、まあ、インターフェースもねこう
インドっぽい。インドっぽい。まあ、楽器別にいろいろシーケンスを組んだりとかすることができるので、すごく便利なソフトですね。はい、これがインディアです。はい、でウエストアフリカ、見た感じでなんとなく想像つくと思うんですけど。まあ、これはあのメロディー楽器とかも結構入ってたりするんですよね。パーカッションだけじゃなくて。ウエストアフリカっていう、ぐらいなんで。まあこういう笛の音が入ってたってこと。まあ、これちょっとポリリズムっぽい音とかが入ってたりするので、まあこれもオケの中にこう忍ばせるのにはすごいいいインストゥルメントです。これがウエストアフリカです。劇伴系のものですね。アクションストライクス。アクション、こういうパターンを、まあ、作るソフトですね。どうですかこれ。簡単に壮大に。そうですね、まあ、簡単に壮大にしたいもうすごい簡単に使えます。で、まあこれのもうちょっとこうバリエーションがなんか違うパターンのものがダメージってソフトがあるんですね。まあ、これワンショット系が結構いっぱい入ってるんですよ。なんかけど、まあ、どっかで聞いたことありそうな音というか、まあ実際にこういうの多分映画とかでもいっぱい使われてると思うんで、まあこれも自分のオケに入れるとすごくクオリティが上がると思います。リズム系の劇伴ですと、まあこのアクションストライクスと、ダメージが、まあいいんじゃないかなと思います。これはサンプル音源、サンプラーみたいなものなんですが、バッテリーっていうソフトがあります。はい、これをバッテリーの音をいろいろ流してます。でインターフェースはこういうのですね。セルに当てはめていく。そうですね、あのすごい多いので入れれる音が、まあ、これなんかまあ膨大なプリセットが入っているので、あの自分に向いたビート、まあ、音を探して、まあ、それで打ち込みをするというところですね。でこれあの WAV ファイルとかでもあの外から入れたりすることもドラッグ&ドロップで使えるとか、はい、できるので、はい、でまあ、編集も結構細かくできます。そうディケイとかアタックとか、そうですね、ハイカットが割とすぐエンベロープとかもバッチシなんで、はい、かなり使用頻度高い音源だと思います。でバッテリーですね、ポリプレックス聞いてみましょう。まあ、インターフェースこういうのですね。8パート使えるドラム音源ですね。ドラム作るなんかノウハウがあまりない人でも結構かっこいいビートが作れる、直感的にビートを作れるソフトですね。はい、これがポリプレックスです。はい、で以上で一応今回ドラムのセクションに、はい、フォーカスしたご説明をさせていただきました。はい、次回は、また別のセクションを、はい、にフォーカスして説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。